インディアナポリス国際空港は、アメリカ合衆国のインディアナ州インディアナポリスにある国際空港。空港コードは IND。インディアナ州にある最大の空港である。貨物輸送のフェデックスエクスプレスのハブ空港であり、アレジアントヤの商店都市でもある。かつては US Airways の準ハブ空港だった。国際線は少ないが、各航空会社のハブ空港から、インディアナポリス国際空港までは直行便が出ている。1931年に市営空港として開設され、1944年に名前をウェア・クック市営空港に変更した。ハービー・ウェア・クックはウィルキンソン出身の陸軍パイロットで第一次世界大戦と第二次世界大戦でエースパイロットとして活躍した。彼は1917年にアメリカ陸軍航空隊に入隊し、第一次大戦で隊長となり、公式には7機の敵機を撃墜したとされている。第二次大戦中は、大佐で、ニューカレドニア上空において P-39 による、若いパイロットの訓練中の事故により1943年に死亡した。1962年、インディアナポリス空港局IAAが創設され、空港の所有、運営をすることになった。インディアナポリス市長、マリオン郡、ヘンデリック郡、ハミルトン郡の代表者が8人の常任委員を任命する。1957年に旅客ターミナルが建設された。以来、改修と拡張を数多く行った。中でも大規模なものは1968年、1972年、1987年である。全体は、それらの複合施設となった。1976年に、国際線の施設が新設され、現在の名称に変更された。1980年代後期から1990年代前半の間は、旧 US Airways の準ハブ空港として機能した。中西部の都市と同様に西海岸やフロリダからの直行便があり、1日146の出発便があった。US Airways は空港の旅客数の半数を占める主要な航空会社であった。1990年代後半は US Airways は実質的にはインディアナポリス以外からの輸送は減っていた。1990年代後半から2000年代初頭にかけてはインディアナポリス国際空港はATA 航空及び子会社のシカゴエキスプレスの商店都市となった。しかし、2004年に ATA ホールディングス及びその子会社は連邦倒産法第11条の適用を申請したため、インディアナポリス便は大幅に削減され、2006年にはすべての便が廃止された。空いた ATA 航空のスペースにはノースウェスト航空が入居した。1994年には民間のイギリス空港会社BAAが空港の運営を10年契約で行うことになった。この契約は後に3年間延長された。しかし、BAAの申し出により2007年12月31日をもって民間運営は終了した。空港はIAAの運営に戻された。2008年、老朽化したターミナルに代わる。新旅客ターミナルが建設された。旧ターミナルから離れた場所で高速道路に直結している。旧ターミナルは解体された。新ターミナル航空会社旧施設の利用方法についてはまだ決定されていない。新ターミナルには LRT を付設する構想もあり、導入空間を確保しているものの具体的な計画は公表されていない。2008年11月11日まで使用されていたターミナル。コンコース A、コンコース B、コンコース C、コンコース D、到着ロビーを出て、すぐの場所にはタクシー乗り場と一般車用のロータリーとなっている。中層階の動く歩道があるあたり、廊下を挟んだところに、駐車場やレンタカーのカウンター及び、エコノミー駐車場へのシャトルバス。ホテルへのシャトルバス、路線バスインディゴグリーンライン、都市間輸送バスの乗り場がある。各シャトルは出発外に到着するが、出発はレンタカーのカウンターなどがある1階からである。ベンチなどもそこにあり、リムジンカーや空港連絡バスの待合所ともなっている。一部レンタカーは空港内に車が用意されるようになった。また、ロータリー付近の混雑緩和のため、携帯電話等で連絡を受けてからロータリーへ向かうための待機用の駐停車スペースが敷地内に用意されている。ありがとうございます。